はい、どうも。全然色がない。わあわあ、ハッピーハロウィンです。ちょっと待って。今日は、ハロウィン前日、お話し会前日ということでですね、なんと着ると思ってたチャイナにしてみました。チャイナー、はい、という感じで配信21時までやりたいと思います。はい、君の隣、君の見る景色も全部、明日どうしようかなってちょっと迷っております。ここちょっと気に食わんですね。フリーピーナッツです。ん？怖いの、いいね。そうなんです、なんかチャイナ服で迷ったんですよ。赤か青かで迷って、結果青になりました。うん、そう思ったの。ドライブさん、ドライブが、ギルド19時からやったけどさ、19時さ、ちょっとさ待機しとったらさ、できないと思ってドライブができなかった。ピエンチュンリー、チュンリー、サイアンと仲いいの？仲良くさせてもらってます。じいちゃんが話してる。そう、ドライブバトル買ってきました。おお、いいね。そう、ピエン、ピエン、ピエンは友達に使わん方がいいよって言われました。ピエン、ピエンがピエンですね。何を言ってるんだろう。久しぶりにこういう配信した気がする。配信も久しぶりですね。おピパピパピ、ドライが強くなる方法を教えてください。逆に私が逆に教わりたい。ドライグ、まあ、ドライグはとりあえずクエストをやって、あとはあのキャラクターの、あのガチャいっぱい引いてキャラクターの進化した方、あと自分の装備をレベルアップ、一番上まではしてないんだよ。私課金はしてない、無課金でやっております。はい、課金とか大人みたいなこと言わないで。もうちょっと大人に、
中華料理作る、作ろっか。うん、そう、ドライグね、ドライグ。素材が足りない。うん、ガチャ引きまくる。ゲーム得意なの？得意じゃないです。得意じゃないけど、なんかドライグって結構あ、そういうこと。プレゼントレター、何プレゼントレターって。そう、でも確かにエールがめっちゃね来てくれる。そう、なんかおすごい、ハロウィンだからここら辺にまあってね、そうなんですよ。なんだっけなんだっけ、あ、そう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 、ま、何の話してたっけあれ忘れちゃった。忘れちゃった笑顔。ハロウィン食べるものはないです。ハロウィン食べるものいつもと変わりません。ハロウィンパーティーしたかったけど、そんなリア充じゃなかった。その笑顔見てる時、ほんと幸せだぜぜ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 ぜ。ごめんなさい。久しぶりです。後ろの声って変わってない。まんまあまんまあ、まあ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 、まりのキッチ目が離せん。ほうれいほうらい老若男女金のなる方へのあの胸のフューチャーフューチャー。そうなんだよね、楽しめるはずなんだけどね、ハロウィンはね。なんか、うん、なんかね、なんかこう、うん、こう友達呼んでっていうのもしないからさ、私ね。呼ばれることもなけりゃ、呼ばく悲しい。明日のお話し会、皆さん話しましょうね。ほんまに握手会で照れたことありますね。もう皆さんに照れております。皆さんにピン、誰か来ました。え、ワンって言っていい？いくよ。ワンワン、最近この顔好き。はいはい、そう、今ドア開けてるんですよ。あ、これテロップ変わる。テロップが出てこないよ。ハロウィンポッポー、よっしゃ来ためっちゃ話し声が聞こえるんですけど、まあそこは皆さんご了承ください。お願いします。ふーちゃんの鳴き声と、いや大丈夫、親フラではない。はい、ということで、何でしたっけ、何の話してた。わからない、何だっけ。ふーちゃんの話、違うね、何だっけ。なんかね、最近前髪うまくいってたんですけど、今うまくいってない。なんでピエン、いけない、ピ
ピエンは言っちゃいけないって思いつつピエンって言っちゃいますね。はい、青のチャイナ、あ、そう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 、そうハロウィン誘う人もなければ誘われることもないから悲しいです。私は悲しい、私は悲しいです。なんかさ、普通にこうなんかね、ハロウィンだみんな騒ぐぞみたいな騒ぐぞみたいな、まあまああんまりね今は騒ぐのはいけないので、まあ、中でね家でこうちょっとまあなんかお菓子とかケーキとかね、そういう料理とかをね作ってシャシャ作ってパンパンボンみたいなそう、うん、そうそうそう、そんないいですよね。なんですけどちょっとまあうん無理だったよね。まあでも来年ね、来年できればいいなって思いますね。まあ今日できなかったことは明日やろうっていうやつ、そう、そう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 、来年、去年できなかったことは今年やって、今年できなかったことは来年やろうまだ終わってないのに、まだ終わってないのに。バーチャル渋谷ハロウィン、え、知らない、そんなあるんだ、すごっ。はじめましてです、よろしくね、よろしくね、よろしくね。向き合ろう、その繰り返しを何回何回それが行われてきたかによるけどね、結構ね。その日記、うんうん、髪型なんかお団子、はい、難しかった。お客さんじゃないの、お母さんのお客さんですね。私のお客さんではないですね、はい。私のお客さんではないですね。え、そうしようかな、ナオトしようかなナオトハロウィンパーティーしようかな、そうしようかな。でもコスプレどうしようかな、明日ね、明日だって今日来れてなかった人もいるかもしれないから、コスプレしようかななんて思ったりしなかったり、したりしたなかった、ちょん。ありがとうございます。あ、お父さん帰ってきましたよ、この声は。あ、コラボ T シャツ、あ、そう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 、なんかさ、ツイッターでさ、そうそう、ツイッターでさ、あの届いたみたいな人が結構数人いたので、あ、届いたんだと思って、ありがとうございます皆さん。そう、ぜひ来てください、いっぱい。長袖なので、まあちょっと寒いけど上着着れば多分そんな、まあまあまあ暖かいかなくらいです。Uパックいいね、まだ届いてない、じゃあこれからです。これからなんです。で、姉の誕生日がもうちょっとなんですよ。なんでなんか買わないとって思いつつ何も買えてないので、そうなの、今そうなのよ、うん、先週誕生日でした、ささやきプリンさん、おめでとう、おめでとう、おめでとう。と、なになに考えてるの、あ、何をプレゼントするか考えてないですね、何にも考えてないです。はい。何にも考えてないですね。はい。まあでもなんか女子力向上のための何かしらをなんかあげたいなって思いますね。そう。
それかちょっとご飯行こっかなみたいな、わかんないですけどね。何にも考えてなかったですけどね。人の誕生日本当に覚えれなくて一番最低ですよね、ごめんなさい。そう、でもなんかそうなんですよ、誕生日とか難しいんですよ、難しくて覚えるのが。でもなんか今お腹鳴ったかな。でもね、思い出、明日はありちゃん会えるかな、会えるかも、会いたいな、あげるのはあげたいと思ってますと思ってます。Go to すごい、みーちゃんの誕生日覚えてない。え、みーちゃんの誕生日でしょ、覚えてない。お母さんは11月の18で、お父さんが4月の1でエブリルフールなんですよ、覚えやすくて。で、姉が2日でしょ、個人情報バンバン言ってる、まあ、大丈夫か。で、プリンが8月の8でしょ、でマイハーは覚えてる、天使でしょ、10月の4で、ぐらいかも、覚えてない、私ほとんど覚えてない、ごめんね。お兄ちゃん、お兄ちゃんごめんね。もうね、ほんと忘れちゃうんですよ私、なんかもう覚えたくなくていけない。でも私ね、最近あれなんです、最近あの LINE の追加してる友達に誕生日が近い人、今日誕生日の人みたいな出てくるんです。ありがとうございますって感じ、本当にありがとうございますって感じですね。うん、ほんとね、あれいいです。はい、あれ便利だよね、 LINE すごいよ、風船飛ぶもん。だから LINE ね、ハロウィンって言ったらさ、ハロウィンのが出てくるんだよ、みたいな出てくるんだよね。素晴らしいよねあれね、素晴らしいと思ってる。忘れちゃった笑顔も、うん、そうなのよ本当に。あ、そう、私さ、あれなんです、なんか私 iPhone 11なんですよそうだから、ちょっとね、あれです、変えたいなって思って、あ、スマホケースを変えたいなと思って、スマホケース変えたいなって思って買いに行ったんですよ、一人でね。そうしたらなんか、そう、11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 はい、でケースを買おうと思ってなんですけど、あ、可愛いのがあったと思って買ったんですよ。したら、iPhone 11 Pro でした。なんか違うって。12は12だって。英語本当に無理なの。英語本当に無理で。プロ買っちゃって、なんかハマらんなと思って、なんかこう、ハマらんなと思って、ハマらんわ
って思って、そううわってなって終わってる今で、お母さんが買ってきてくれてありがとうございます。あ、今横にあるこれなんですよ。なんかめっちゃこれに合ってる気がする。なんで四角、なんか最初はあまり好きじゃなかったんです。でもなんかでもなんか、うん、多分長年使ってると好きになるんだろうなって思った。お高かったの知らない、お母さんに聞いてお母さんに聞いて。あ、これはハマります。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい。お母さんチョイス、チョイス、チャイナチャイナチャイナやチャイナアドバイス。え、マリーナちっちゃい頃に結婚の約束した幼なじみはいないの？いませんそんな人いるわけないじゃないですか。まず私ね、小中高、まあ小中高、今高校生なんでまだ未来はわからないんですけど、もうね、なんか、うん、なんかね、全然そういうのないんですね。はい、そんなアニメみたいなことはあります？皆さんないですよね。ありますか？ないですよ。マイヤーロス、あ、そう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 、私もねマイヤーのさあれを見たんですよ。なんかね、お兄ちゃんの同僚の人の家で見たんですよ。なんかその人がちょっと乃木坂好きですよみたいな人で、見に来るって言われたんで、あ、見に来ますって言って見に来ました。でちっちゃいお子さんいるんですけど、可愛くて可愛くてしょうがなかった。チームないね。一人や二人ぐらいいらん、ほら、いらんじゃないいらんくはないかもしれない。まあゆくゆくは結婚したいなとは思っていますが、でもいない、あのいないって言ったらちょっと悲しくなっちゃうから、もしかしたらいるのかもしれないけど、うん、今はいないですね。一瞬のスリル、可愛い女の子との幼馴染み憧れる、わかるわかる。え、幼稚園の頃ありそうって、もう私の幼稚園振り返る、全然よ、もう全然よ。なんかもうなんかもはやもうね、何なんだろう、なんかもう分かんない、何なんだろう。なんか幼稚園の頃ほんと人見知り激しくて、今より全然激しかった。もう何、私は人ぐらい、私は人なんだろうかぐらい人見知りした。一人でブランコしてそのいや違う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 、それな、誰の話？ランマ1/2、いいよね、いいよね、面白いよね。ちょっと見てました。うまいよ。小さい頃に結婚の約束した女の子アイドルで俺にベトブレみたいなシチュエーション、最近ベトブレかと思ったらみたいなシチュエーションね、わかるわかる、いいよね、いいよね。使いは幼馴染だった、あらさ、私あの男の子の幼馴染いないんですよ。はいはい、今より端っこに、そういる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 、今より端っこにいたよ。もうなんかもはや端っこが私の定位置みたいな
もうなんか何かあれば私は端っこにいますって感じの人でしたね。はい、まあ、今も極力端っこなんですけど、私は最近進化したんですよ。仲いい人が2人か1人ぐらいいればいいっていう。そう、覚えてないだけだったし、いや、ない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 、本当にない、本当にないから、これ本当になんかもう一人一人に聞いていっていい。私の、あの幼稚園のところの生徒、その頃の生徒に一人ずつ聞いて回ってくれてもいい。誰と一人として絶対そんな約束はしてないし、まず遊んだ人もいないから、多分男の子で、女の子はさすがにいさせて、お願いだから。足の裏たち、そうそう、住みっこ暮らし、近所にいる親友、大きいね、大きいね。もうなおさんとかね、あとか昨日も泊まったんですけどいや声枯れちゃった、昨日も枯れちゃったんですけど、枯れちゃった今日なんかテンションおかしいですね。今日も昨日も泊まりに行ったんですよ。で朝帰ってきて、そうってぐらいの感じですね。しかもあの9時ぐらいに今日行っていいって言って、いいよされないですね、そこまで否定せずに。本当にないの、本当に本当に、なんかもうなんて言えばいいのかな、もうね、私ね、もう本当多分、うん、想像以上よ、多分想像以上になんかもう、もうそう本当になんかもう、えみたいな、いたのかなみたいな感じですね、はい、モテそうだけどって全然モテないですね。モテないし、モテたこともないし、モテたい、モテたい、うーん、小さい男の子と犬にはモテたい。あと猫ちゃんも最近、そう違う、あるじゃん、アイドルだから否定してるのかなみたいな、ない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 、そういうのじゃない、本当にない、本当にでもまんまん本当よ、本当は男の子なの、私がってこと、やばいじゃん、やばいじゃん、去年の初握手の時より可愛くなりましたね。うわ、それね、いけんよ。それね、いけんいけん。そう、それはダメ。それはね、モテないわ。そんな言い方をしてしまったら。モテないわ。ダメよ。去年よりはとかじゃない。去年よりも可愛くなったねっていうのが一番。それはいけん。それはいけんよ。ね。いけません。コメントしてくれたのは嬉しい。今日は可愛いねとかもう終わりよな終わりよ、もう一瞬で終わるよ、もう春来ないよきっと、そんなん言っちゃったら。今日は、いや今日は可愛いねとかダメよ、え今日はってなっちゃいますよ。ダメです、ダメです、え、そう、今日も、今日も可愛いねっていうのが一番。こんばんは、初コメです、いい感じ、アイライン、うん、女心はわけわかめ、え細かいね、ダメだよ、出たよ、うん、え、じゃあ、え、でも逆によ、逆にこう男性がね、いまして、え、今日はかっこいいねより、え、今日もかっこいいねの方が良くないですか、圧倒的にいいって、これは絶対に。お犬が可愛くなる、何それ、もうそれは、それは惚れる、繊細よ、そういうなんかね、いつも女の子は可愛くして異性の前に出ているのに、
そう、あこの子この子あれだなみたいな、今日はなんか今日はっていうか心の中でね、今日はなんかちょっといつもより張り切ってるなっていう時は、いや今日いつもより可愛いねって言うのがいいんです。毎日可愛い、あいいと思いますよ。なんでみんなかっこいいって言ってもらえんってなるん。そこは単純なに言ってもよ。くかちゃんに可愛いって言われるし、幸せ幸せ。可愛いって言われるの幸せですよね。やっぱこう可愛く毎日ね、やっぱ可愛くなりたい、可愛くなりたい、可愛くなりたい、本当もうね可愛くなりたい、ちょっとでも可愛くなれるように手鏡を持って、あちょっともうズレがちょっと生じてしまったら、あちょっと今日ブサイクやなとかもね、そういうあれ前が短くなったよ、でも確かにそんなん切ったよね、ちょっとうわすごいね、適当に言ってるじゃろ絶対、まあいいけどありがとうございます。こうやって勘も当たることもあるんでね、いやでもうん、そうよ、こんばんは、あーかわいいかわいい、棒棒読みはダメよ、そこはもうちゃんと言ってあげんと、私は誰なんだろう、挨拶みたいなもの、そうです。マリーナさんは綺麗より可愛いって言われたら、どっちだろう、どっちだろうな、うん、綺麗、可愛い、まだ綺麗、あまだ可愛いがいいかな、まだまだ女心大切ですね。マリアさん完璧では、完璧じゃないよ、完璧じゃないからね、もうねいっぱいこうもともと取り入れないとって思って頑張ってます。毎日綺麗だねって言ってほしいって言われたこと、いやうん、いいなよいいなよ、二十歳から綺麗がいい正解、そうだね、そんぐらいじゃないかな、いつも可愛いって言ってる友達って、あーうーんどうなんだろう、言い方にもよるよね。じゃあなんかこうあれだね、今日ここかわいいねとかね、今日なんか今日のメイクかわいいねとかで、なんかえいつもと変わらないよって言ったら、いや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 、だってねもうなんか何なんかえでもなんかかわいいって思ったんだけど、なんか違ったみたいな、そうやって返す、それが一番、そう、もしかしたらなんか違うかもしれない、だって一日のうちで何か違うことをすることは何回かあるじゃないですか、いつも同じ生活してますって言っても何かしらはこう違うじゃないですか、あちょっと今日はちょっと1分違うなみたいな、そういうことよ、はい、鼻ちょっとしてるね、私鼻嫌いなんですよ、鼻が一番嫌いなんですよね。ハロウィンのコスプレについての褒め言葉、うん、正解ってない、それ私が言ったらだって今から言うんでしょそれは嫌ですね、老いを感じてる、老いを感じないね、マリーナさんが目指す完璧な女性は誰、えでもそれこそもうマイヤン見ちゃったからマイヤンかなって思いますね。なんかカンナちゃんはなんかまだ女性というか女の子っていう目で見てしまう、可愛いなって、もしかして昨日違う服着てる、うんうん、褒められて伸びるタイプですかね、いやそうです、私褒められたら伸びます、昔はエキソードするようにいやそうよ、ほんまによく寝た髪を切ったことを気づかれると嬉しいでしょ、絶対嬉しいよ、そんな
嬉しいよ、嬉しいに決まってるじゃないですか。だってね、なんか切ったやっぱ本人は結構切ったなって思っててもやっぱ見た目そんな変わらないことって結構あるじゃないですか。なんかこうね、5センチとかやったらさ、あ、自分ではなんか、あ、うわちょっと軽くなったとか思うかもしれんけど、やっぱこう見た目はね結構なことじゃないと変わらないから、そうね、印象とかね、だから難しいけど、やっぱそこに気づいてあげるっていうのはすごく大事だろうなと。てかあれよ、雰囲気とかじゃなくて、あ、か今は語らへんかみたいな、語らへんじゃけん次こんぐらいになっとったら、あ、肩より上やけん、あ、切ったなみたいな、そういう、チャラハにならない程度、はい、チョンリー書いて何も感じたくなったし、いやいや全然、なんかね、握手会とかでもオンラインとかでもけど、やっぱ可愛いって言われると嬉しいですね、何回でも嬉しい。そこそれしようかな。それこれ失敗。見て68。下はジャージだで、すいません。いろんなメンバーに可愛いって言ってる人どう思う？でも可愛いのは確かなんですよみんな。うん。なぜメンバーね可愛いじゃん。だから別に嘘は言ってないから。最近はリップの色も明るい。え、そう、私ね、最近リップなくなっ、なん？もうなくなりつつあって、そう、だからもうね、リップ買わないとって思ってます。ちょっと聞いただけにます。うわっ、刺していけば。うわっ、ゲンよ。クイズにちょっとさ切るだけなのに大騒ぎ。それはね、もうダメですね。女心分かってないですね。服選びのどっちが似合うはどう答えるのが正解。あれ難しいよね、あれ難しいよね、最強に難しいよね、あれすごい難しいと思う。私もなんかこうなおとかなんか行った時にさ、え、これどこれとこれどっちが似合うと思うとか、どっちがいいと思う、どっちがねいいみたいな感じで聞かれた時に、えみたいな、えどうしようみたいな、分かんなくなるよねあれ。でも、え、でも多分ね、そういう時はね、多分、あ、でもなんか、ま、もしこっちがいいなって自分が思ったら、自分的にはこっちが似合うと思うけど、でもなんかこう、こういう時はこっちの方でもいいと思う難しい。うん、身長伸びたかな、切ったと思ったら巻いてる時の気まずさ、ああ、もうそしたらあれよ、ね、え、切ったっつって、切ってないよ、あ、今日巻いとんか、事件なんかいつもより可愛いと思って、普段から気にしてみないと、いやまあそうじゃね、でもさ言うてあれじゃないかな、なんかこう思うんですよ、みんなにモテようとしなくてもいいんじゃないかなって思って、こう一人にこう一人のことだけを頑張ってこうね集中してたら、もう10人を一気に見るのは無理だけど、一人を見るのはできるじゃないですか、で一人の好みに寄せることもできるじゃないですか、だからやっぱ絞ることって大事だと思います。ロングの子が3センチ切ったの気づかないといけない、あ、それはちょっと難しいかな、うんうんうん、そうだね、あと1時間ぐらいあるからね、長いね意外と。え、リップはね、でも私思ってるんです、あの買いたいのがあって、もともとだから、そう、うん、はよ買いたい、はよ買いたい、私これまっすぐにしたくなってきた、いやまっすぐにしたくなってきた、なんか跳ね、うん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 、クレームね、いや私は明るい、いいですね、
でもいいはダメか、どっちでもいいはダメだよ。みなちゃん意外と乙女なのか。いや乙女だと思いますよ。いつから乙女じゃないといた。確かにその時はいいと思う。後で実際に来たらダメだ。あ確かに、わかります、わかります、わかります。これすごいオレンジ。それに聞いても自分の中で決まってるんでしょう。うん、決まってるんじゃないかな。まあでもどっちがいいかなっていうの多分あるよね。あれ髪切れた。今日のメイク綺麗だね。その衣装詰め込みすぎ。女子高生が職場に見学。うわ緊張する、緊張するね。でも確かに思うもん。自分もなんか駅とかこう自分もさ普通に制服で行っとんのに、あ女子高生やみたいなどうしたみたいな。本当に私って何、私ってちゃんと女子高生よなって思ってしまう時はあるよね、たまにね。なんでさ、うん、そうなんよ。私も一応女子高生なんですけど、え、マリアさんも小さい男の子が見に来るって知ったら緊張する。緊張する、え、緊張しちゃう。それはえ、どうやって可愛がればいいんだろうっていうのと、え、ちゃんと名前覚えてもらえるかなっていうのと、なんか絶対いっぱい考える、え、どうしようって思いますね。母性がもうね、もうでもね可愛いのよちっちゃい子ってびっくりするぐらいに本当に可愛くて意味がわからない。具体的にどのぐらいの年齢なんですか。私の中での小さい子結構ちっちゃいんですよね。小学2年生まで、3年生はちょっと違うかわからない、わからないけど。小さい子がマリーナところに来て泣いてしまったら、もうまもう来てもらうだけで嬉しいよね。私はね、私のところに来てもらって泣いてしまったらもう、あ、どっちだの、大丈夫、どうしたの、なかったのみたいな赤ちゃん言葉になってしまうよ絶対。噛んでなりばとか言われ、あ、かわいいかわいい、なりばですっていう、うん、マリーナじゃない、なりばだよって言って、うん、かわいいねうん、アイちゃんは小さいが入りません。でもたまに犬みたいだなって思ったりはします。あ、ミネオシーって言ったら、ん？って見るんですよ。あ、犬みたいと思って、ミネオシーおいでって言う時ある、たまにミネオシーおいで犬みたい。逆に私が泣きそう。それはない。え、わかる？わかる？なんか犬みたいじゃない？あ、みんなシュ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 みたいな。やばい、プリンに会いたくなってきた。あー結構小さい、いたね、マリーナホップいたね、結構ね。うん、いたね。でもなんかあの時はそんな別になんか、うん、ときめきませんでしたね。子供扱い嫌いな、どう対応する。もうそれが可愛い、子供扱いが嫌いっていうのが可愛いやばい、本当にでも変態なってきちゃってる、どうしよう、怖い、私が怖い。なんかいつもはさ自分の顔見ずに言うよねこういうこと。なんか誰かにさ話すときにさ、もう本
当にねもうね可愛いよねみたいな感じで言うときはなんかこう見てないんよ自分の顔を。そう見ないじゃん、だってねこうやって話してるとき人と話してるとき自分の顔見ないじゃん。でも今 見るじゃん、見てしまうじゃん。やばいね、犯罪集すごい。そう可愛くない、子供扱いせんでみたいな。逆に子供扱いしてしまうもん、あかわいいねよち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 赤ちゃんなのって言っちゃう。最近母性がすごくてなんか小さい子にお姉ちゃんって言われたい。言われたい、めっちゃ言われたい。でも小さい子にマリナお姉ちゃんって言われた、あーってなる。もうお姉ちゃんですってなる、あーかわいいってなる。本当にもううん、うん、下の男性が、いやそういうわけじゃない、それは違う。なんかねちょっとねそれは分けてもらいたい、それは違う、圧倒的に違う。だって違うじゃん、なんか違くない、私は違うよ。テンションやばい、うん。おばさんと言われたらどうする、え、なんかそれが本当なのか、ね、ネタなのかを一回確認する。えってなって一回えってなって、えどうしよう、結構相当なショックかもしれない。それはお姉ちゃんかねえねえ、どっちがねえねえでしょ、ねえねえに決まっておるでしょ。マリーナさんの取り合い始まったらどうする、もう二人ともカモンって感じ。かわいいよね、もうね。あーかわいい。周りにさ、小さいさ、男、なんか小さい男の子ったらなんかすごいさ、ダメな気がする。確認してるときの目が怖す。え、おばさん？それは、え、本当？それとも、嘘？どっち？みたいな感じで聞きますね。え、ショックショックショック。もう純粋な目でおばさんって言われたらもうふんふんってなって、うんってなる。でもねそうなの、私さ保育の仕事とかしたいんですけど、でもさ私さ怖いの、なんか子供が嫌いになりそうで怖くて、わかる？子供が嫌いになっちゃいそうなの。そうやっぱさ結構関わる仕事をしすぎたらなんかさやっぱこうね、関わりすぎたらちょっと嫌になる時ってあるじゃないですか。それが来そうで怖くて、そうそうわかる。そうなんかさ姉に似てくるんだよね、やっぱ兄弟だよね、兄弟だなってよく思います。はい、あでもね世話するのも好きなの。なんかそのお兄ちゃんの同僚のその言ったじゃん、そうそのの方のお子さんがいるんですけど、めっちゃ可愛くて世話をするのも好きですね。そうなんか仕事になっちゃうとなんか義務感みたいなのが生まれちゃって、なんかこうねやっぱさここまでしたくないなって思ってるやつってあるじゃないですか。でもなんかやっぱそれも仕事だからしなきゃいけないみたいな、そういうのになっちゃうとなんかちょっと違うみたいな感じになっちゃう。そうね、好きだからこそみたいなとこあるよね。なんかこう現実をしてしまうのが怖いみたいな。アイドル好きだ、いやでもそんな別にね特別好きだったわけじゃないので、そう私はそんななんか別にうんなんかあこういう感じかみたいな、初めて新鮮な気持ちで、そう握手会とかも行ったことなかったからなんかそういうのが分かんなかったけど、そう そう仕事ってなっちゃうと多分そう心から楽しめないと、楽しいなとはなるかもしれないけど嫌だなっていう時が来ちゃうのが怖いよね。
そう、私も思うんだよね。なんかこんな可愛い、いや自分じゃなくて、なんか普通になんかそう可愛い妹とか弟いたらすごい多分私デレデレなんだろうなって思う。逆にどうなんだろうって思う。家族だからそんなことないのかなって思ったりする。ゲームするのは好きだけど、ゲープロゲーマーになるの、ああそうだよね、そういうことだと思う。やっぱなんか思っちゃう。止めたい。前髪が崩壊しそうになった。てかなんか今日ほんまにうまくいってないんですよね。ノンセンサスさん、ノンセンサスさん、人間の意識って不思議ね。それをもう人生楽しみ、人生楽しみましょうねって言いたかった。でもお兄ちゃんがさ、兄ちゃんがあれ、なんか子供をね、私がお兄ちゃんが二十歳の時に私生まれたの、19歳とかに生まれちゃったので、生まれちゃいけないみたいな、それなことないんですけど、そうなんか生まれたので、なんかもう子育て、もう姉もまあ3年しか違わないから、もうなんかもう二人育てたみたいな気持ちになってるって言われたんですよ。そうなんかだからなんかやっぱ年離れてると、なんか何なんだろう、なんかこうね面倒見ないといけないから、それ大変だなって思います。アニピーさんは妹がアイドルになってどう思って、多分どうも思ってないと思うよ。なんかまず私も結構なんかそのアクターズとか行ってたから、なんか多分そういうことしたいんだろうなとか、そういうのには多分そんな多分抵抗も何もなかったと思うので、そうお兄ちゃんはそんな関わってないですね。多分ね普通に自立とかしてたので、なんかそこは多分いい意味で無関心でした。逆になんか嫌じゃないですか、なんかね。まあでもまあたまにね、たまにというか普通にアイドルとか ST のことを話したりするけど、そうピュアで、そうなのかな。やった。何？怖い夢見たから一緒に寝てって可愛すぎ？びっくりするんだけど、ほんまに。一回疑うよね。みたいな。どうしたん？って思う。思ってしまうよ。でもわかんない。自分の家族だったら、気持ち悪いってなってしまうかもしれん。何言っとんみたいな。何寝れんみたいな。やっぱ他の子だからこそ可愛いみたいなとこはありますよね、多分。さあちゃん妹っぽいかな。妹っぽいね。明日お話ししましょうね。メンバーの小さい弟とか握手会に、握手会に来たらマリーナ来そう。来てほしい来てほしい来てほしい。とか弟いる人いる？なんか妹は聞くけど弟っていない気がする。でもね、小さい子が来てくれるともう、たわないね、ごめんね、みたいな。もう可愛いね、みたいな。手ちっちゃいね、みたいな。いや、本当に僕ら手ちっちゃすぎん、なんか、そう思うよね。なんか、まあ自分がちょっと、なんか大きいっていうのもあるんですよ。なんか大きいんですよ。よくわかんないけど。そう、でもなんか、普通に、あれですよ、なんか普通にあのやっぱさ、もう子供の洋服売り場とか見てもなんかもう小人ですかみたいな、お人形の靴ですかみたいな、もう手も多分自分の手も入らんわみたいな靴あるじゃないですか。そういうのとかやっぱすごいなって思って。そらはちゃんは違うよ。そらはちゃんはあのあれです、あの妹です。姉にしたいメンバーさんは誰だろう。姉にしたい誰だろうな。姉にしたいのは、姉にしたいのは誰だろう。コウコちゃんかな。コウコちゃんですかね。なんか何でも結構面倒見が良さそう。なんか、いらんくなった服とかくれそうだから。
そう、いい、なんかいい、こう、いい距離感がありそうで、いい。おごってくれさんなら意外と、あ、みゆみゆはね、確かに。うん。185円ってやば。すごい、高い、いいな。最近服買ってない。前に夢に小さい子がフレンドちゃくちゃがかわいい。姉御肌、うん。なんかでも、ココちゃんってお姉ちゃんじゃなかったっけ？妹いなかったっけ？なかったっけ？なんかいた気がする。男の子に生まれてたらメンバーの誰と結婚したい？え、結婚？結婚ですか？付き合う結婚？どっち？結婚？いるよね、妹。ね、なんか、いいなって思う。いいなって思います。でも多分、コウコちゃんの妹にもしなったら、なんか遺伝的になんか、なんかそんなに、お姉ちゃんって感じじゃなくて、なんか、自分は自分って感じになりそう。なんか自分は自分の人生みたいな。一個上？私の一個上だから高校3年生か。一人っ子いない？うん、確か。あ、クウカちゃん弟。え、でもね、弟は結構ね、なんか中二とかくらいじゃなかったっすっけ。そう、サバサバした感じのイメージ。付き合うと結婚は違うよ、絶対に。もし、じゃあメンバー、私が男の子でした、付き合いますってなったら、え、ちょっと待ってね。うーん、誰だろうな。真剣に考えてる今。ちょっと待って。え、だって年が分かんないもん、年が。年が分かんない。え、年が分かんないけど。付き合うでしょ。え、でもさ、自分がさ、どんぐらいのポテンシャルの、どんぐらいのね、どんぐらいのポテンシャルの人なのかによるよね、やっぱこう。どんぐらいの人とやっぱ釣り合う釣り合わないとかってやっぱ自分気にしちゃう人だと思うんです。だから、え、どうしよう、うーん、誰だろう。え、ちょ、ガチで分からん。ちょ、やめとこ、これやめとこ。うん、今のマリーナさんね。オッケー、今のマリーナさんをもう男にした感じ。オッケー、分かった。うーん、だとしたら、え、誰だろう、誰だろう、誰だろう。え、みゆみゆかな。え、みゆみゆかも。なんかよくわかんないけど。あー、ちょっと待って。え、でもちょっと待って、迷っちゃう。これは迷っちゃうね。どうしよう。いや、わかんない。ちょっとやめとこも。確かに。え、でもなんか、自分はどっちかというと多分、なんかもし男性だとしたら、私がね、もし男性だとしたら、なんかこう、やっぱ引っ張って行ってもらうより、引っ張りたいな、みたいな感じだと思うんです、私だとしたら。だから、そうだね、みゆみゆ。ナナさんとかになってくると、もはやなんかもうどうしようみたいな。もう無理無理無理みたいな。対処できないみたいな感じだから。私でいいのって、あ、俺でいいのってなっちゃうから。そう、ちょっと無理。うん。そうそうそう。さやかりん、確かにさやかりんいいかも。さやかりん、さやかりんでじゃあ。さやかりんと付き合います。
かな。基本なんか自信多分ないと思うんで、今もなんですけど、今も自信ないってことは、多分男になったとしても多分自信がないので、こう、そうだね、なんかこう、この追うよりは追われたいなって、それ今だから思うのかな、ちょっとそれはよくわからないんですけど、そう、結婚するならって難しいよね。結婚するならありちゃんかも。ありちゃん。ありちゃんです。山口県は自信ない。全然ないんだよね。そうなんだよね。ありちゃんです。なんか、ありちゃんは結婚、もはや夫婦みたいなところはありますよね。そう、なんかもう想像つくじゃん。もう絶対楽しいよ。絶対楽しい。くゆかちゃんはね、なんかね、多分ね、なんか、もっといい男にならないとって思っちゃう。ありちゃんだね。絶対ありちゃんじゃん。今、年下なんですけど、ありちゃんだと思う。だって、ついてきてくれるし、なんか一緒に楽しめるし、なんか、やっぱ結婚するなら、友達感覚的な方がいいと思うんですよ。そう、だから多分ありちゃんかな。絶対楽しいじゃん。無理だよ。楽しい。ありちゃん、両思いかな、片思いかな、それはもう両思いでしょ。両思いでしょ。ドーナツ食べよう、ドーナツ食べようね。やばいよ、でももうなんかどうしたんだし、尊敬できる人かな。そんなことない。多分なんかそうだね、結婚は地獄への入り口よ。分からんやん、そんな。初デートかな。初デートはどこだろうな。どっちの場合、さやかりんの場合は、遊園地。もう圧倒的に。どうしようかな。さやかりんの場合は、初デートでしょ？遊園地？ありちゃんの場合は、いや、ごめん、ありちゃんの場合も遊園地になっちゃうんだよね。だから、ありちゃんはありちゃんで、遊園地で盛り上がれそう。でも、さやかりんは、なんか彼女感がいっぱい溢れつつ、楽しめそう。なんか、さやかりんは、かわいいな。で、ありちゃんは、かわいいね。あいつあれ乗るの、乗ろっか一緒にねみたいな感じ。 そんな感じだと思う、多分。解読できるな、わかんないかなみたいな感じ。連れていくだから多分そうかなみたいな。さやか飯店さん、あれです、あれ、ありがとうございます。いつもコメント。セトラブ。それ彼女じゃない。違うよ。ありちゃんも結婚相手だから。差がすごい。 親御さん、親御さんも知ってるからな、自分。ありちゃんだったら。そうだね。ありちゃんは、わかった。ありちゃんはユニバー、さやかりんはディズニー。そういうこと。なんかわかる？なんかこの違いわかる？なんか、わかる？なんかわかる？わかるかな？ディズニー行ったことない人がこんなこと言うのもあれなんですけど。そう、親公認だから。ありちゃんの親もあの手、ありちゃんの親って、そう、
だね。でもなんか、うん、確かにちょっとあのアリちゃんを低くした感じかな。マリナさんはどのタイミングで手をつなぎたい？え、どのタイミングで手をつなぎたい？え、もうなんか普通に歩いてて、歩いてて手つなぐ。え、私は親友、親友いいね。親友っていいよね。親友っていいと思う。そのうち同棲結婚できるようになる。ちょ、まだ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 ね。違う違う違う、今例えじゃけんね。みんないい、例えじゃけんね。大丈夫、これみんな大丈夫、ついてきてる。これ例えの話であってね、うん、大丈夫よ。人もごみで離れん、あ、相手の遅刻どれくらいまでなら許せる。うわー、ごめん、来るとこ間違え、さよなら。ちょっと待って待って、びっくりする、びっくりする、何それ、どうし、え、現実的な話かと思って、違う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 よ。え、さやかりんの話から見てたから心配しました。ちょ待って、みんな怖い、みんなやめて、違うお願い、みんなちょっと違う、違うよ、みんな安心安全、大谷さん、うん、あれよ、あのあれよ、なんだっけなんだっけ、何を言っていたっけ、何か言いたかった、あ、そう、遅刻ね、遅刻ね、うわ、遅刻か、遅刻は30分、30分かな、30分なら許せる。あ、まあワンチャン1時間、なんか座れたら1時間とか。でも私あれなんですよ、あれなんです、こう、あと10分で着くとか、ごめん電車が遅刻しちゃってあと1時間かかっちゃうとかだったら全然いけるとか、なんならあともう電車でも2時間とか3時間とかかかっ、3時間かかっちゃうって言われても、あ、いいよってなる。見て、今女の子の設定やってた、ごめん、ちょっともうさっきのが根強すぎて、ごめん、違う、おい、やっぱびっくりしましたよ。そう、ごめん、ちょっと遅刻しちゃって3時間ごめん、ちょっとごめんなったら、もしくこう遠距離の設定で、みんな遠距離の設定でね、そしたらもうごめん、ちょっともう遅延しちゃってとか、あ、まあいいよってなる。3時間はまあいけるよね。なんかどっかのカフェで3時間とか、まあ、充電ができれば全然いける、大丈夫。なんならカラオケしとったらいいもんね。さやかりん、おお、待って、ドッキリいつまでも、でもね、私嫌なんですよ、いつまで待てばいいのか分かんない時の待つの、本当にちょっとイライラしてしまうんですよ。いつまでこの状況は続くみたいな感じになっちゃうから、それはちょっと勘弁、それは多分無理だ、それはもう普通に聞いちゃう、あとどんぐらいかかりますかって聞いちゃう。6時間、やばいやばい、時間が分かればいい、目隠しされる、いいね、うわって思う、うわリア充やって、もそう、終わりが分からんのってストレスよね。なんか、まだみたいな、まだな、私はいつまでここに待ってけばいいみたいな、そういうやつ。しかもその状況がもうなんか普通の部屋とかだったらまあまだいいけど、なんかこう外で寒い中に、これはいつまで
で待っとけばいいんじゃろうかみたいな感じだと、もうカッチンよね、もうカッチンってくるよね。でなんかまあこう車入って、あごめんって言われたらまあいいけど、なんかこうね、なんじゃろうか、もう普通に話し始めたらえってなるよね。なんかもうえなんでみたいな、そうなってしまうよね。電車が鹿とぶつかって止まってるのだったら、なんかもうあれだよね、どこってなるよね。その駅はどこってなっちゃう、大丈夫ってなっちゃう。乗ってる時にトナカイ来たら、トナカイ来たらどうするんって思う。ごめん待ったわ。周りがカップルだらけで一人だけポツンはきつい、わかる、きつい、それはきつい。あ、いたたたたたた、足が痛い。正座してたんですよ、ずっと。いつも正座なんですけど。そう、ドタキャンは持ってないほか、もうドタキャンとかもね、私はね本当にもうやばいと思ってます。ドタキャンって相当ですよ皆さん。もし今ね彼女さんがいたり、将来彼女さんを作る予定とかね、そうの人は本当にこれ気をつけてください。もうドタキャンとかもやばいですよ絶対。あ、やばいやばいやばい。もうだってね、もう女性の多分準備ってすごいんですよ絶対に。そうでも思うよね、なんかそう女性の方が多い、まあ、あったとするよ。でもいや分からんよ、男性の場合こうもしデートとかする時ってこう、でもなんかさちょっと思ってしまうよ、ちょっとごめんね、ちょっと反感を買うかしもしれん。でもやっぱこう女性ってさ、やっぱこうもう朝起きて多分メイクもね顔洗って、まあ、なんならお風呂も入ってで髪乾かして、でもう保湿してメイクして服決めて、こうあこのちょっとカバンなんか何入れていけばいいかなとか考えて、こうあ髪合って、でなんかもうまあもうねもうネイルとかしてちょっともうシュシュとかやっちゃって、もうそのね時間をかけるじゃん。でもやっぱ男性ってね、ごめんじゃほんまに偏見なんよ。メイクとか偏見、まあそんな言うてよ、そんな言うて多分女性よりはかからんじゃん。ごめん、本当にごめんよ。本当にじゃ男性もすごい緊張もするし、なんならもうね眉毛整えたりすると思うんじゃけど、もうなんかそれはちょっといや分からん、ちょごめん、本当にごめんね。そうでけんこうやっぱドタキャンのそうされたね気持ち的にはやっぱ女性の方が嫌かなっていうの、ごめんなさい、すいません。本当にごめん。確かにそうよね、確かにヒゲとかするよね、確かにそうよね、ごめん、ある、確かにごめん、本当にわかる、本当にそう思う、思うよ、ごめんよ。思っとります、ちゃんと。そうよね、髪セットする人もおるもんね。マナカルチョと同じこと言ってない。じゃあリオ多分あのまあ女性こんな考えです多分。デートプランに時間かけ、めっちゃいいじゃん。デートプラン考えてくれるのは多分素晴らしいと思うよ。急な仕事でのドタキャンは、なんかね許せるけどやっぱ悲しくなっちゃうよね。やっぱこうあってなっちゃうと思う多分。だってもうあれだもん、自分普通にさなんかお出かけとかするのでもさ、友達が行けんくなったとか言ったらってなっちゃうもん、なんかってなっちゃうなっちゃうもん。そうだからそうじゃね多分、そうだね。あれは大事かもしれないね、こうその後のアフターケアは大事かもしれない。こうあごめんねってなって、一回その場で一回こうごめんねっていうのを伝えて、
コメント、もう本当にただ単になんかもうペチャクチャ言っとるなって思ってくれればいいけん、もう一個人としてね、勝手になんかもう話しとるみたいな感じやけん今ね。そうちょっと何も気にせんね。そうなんかこうね、仕事でごめんってなって、あそっかって一回悲しくなって、悲しくなるけど、その後になんかこう、あじゃあ次の予定決めよっかとか、あとはなんかちょっとでも、あちょっと時間空いたけん、めっちゃ遅いけどどっか行くとか、そういうのは大事だと。カフェで女友達の声を聞きながら、いやそういう時わかるかもしれん、たまに自分も思う。さやかりんとのお話し会があるのどうだ、え、いやでもあれよね、理由とかあれやない、理由って大事よな絶対。もしなんか何かしらの映画を見んといけんからごめんいけんとか、もうあかっちんよね、もうかっちんよね。そうほんまに、お前は映画より私より映画の方が大事なんかとかなるよね多分ね。デート現地集合で着いた時にごめん行けなくなった、中に入る帰る、え、もうそれは他の友達を呼んで、あごめん、そう友達の話で、友達、まあまあ友達を呼んで行くか、会話せんかな、だからとりあえず誰か呼ぶかも、他の人かひゃん、そんな、いや分からんよ、俺かもしれん。皆さんドタキャンしたことある？え、でも本当に行きたくない時とか、もしなんか本当に会った時はもうしょうがないけどごめんねってなっちゃう。確かにもう気持ち離れた、確かに。遅刻してきた子になんて最初に言う？いやでもこれ重いよ多分、遅刻してきた子に最初に言うのは違うと思う。なんか多分遅刻してきた子が最初に何かしら言わんといけんと思う。無言で来るのはいけんと思う。やっぱ遅刻してきたらなんか言わんといけん、ごめんね遅れたとか、いやほんま申し訳ないとか、うん、第一声は多分あっちじゃん。仕返しはしません仕返しは絶対せん。うん、行けたら行く、あもうそれはもうね確信よな、行ける人おらんて、それだいたい行けたら行くの時ベッドにおるけん、何かしとらんけん、暇ないん、暇というかなんか多分ぼーっとしたいんよその時、休みたい、休みたいけど多分ベッドで、あごめん行けたら行くって言って動画見る多分。付き合わされて別れたことなら、まあまあまあしょうがない、出会いと別れはありますよ。確かに私も今来たところ、いいね、あれかもしれん、ほんまにやったら、まあまあいいよ全然いいよって、行けたら行くで行ったことある人、わお、それは素晴らしい。ドタキャンの女子に違うよ、そんなことない結構人として大事だけどまあ言えるけどね、いくらでも言えるけど、やらんといけんけんね、やれるとるかは知らんそういっぱいおったよ、いっぱいおったで、下の下におったよ、 1% が下の下にいました、コメント。ああ確かに、うん、自分も練習しとこう、うん大丈夫、私も今来たところ、顔が曇っちゃうかも、なんかほわ私も今来たところ顎出ちゃう、顎出ちゃう、遅刻してきた人がコーヒー持ってたらどう思う、え、なんかうん、あでもなんかねどうなんだろう、でもさあるじゃんこう電車の時間とかだったら決まった時間やけん、まあちょっと空いとんなとかやったら、なんかこうこの電車には間に合わんかったけど次の電車は間に合うみたいな感じやったら、あそっかじゃあその間に買ったんかなとかはなるかもしれん。でもなんかまあなんて言えばいいかな、こう何缶コーヒーとかならまだわかるけど、スタバとかやったらもうはいってなるよね
タバ持ってくるみたいな、スタバみたいななりますね。スタバ思っちゃう、多分スタバで優雅にこうやってこう飲みながら来たらほいって思うけど、缶コーヒーとかまあ片手に持ってきたり、まあ、中に入れとったりしたらね、まあ、まあでもうんとは思う。言い訳でも言い訳しちゃうかも、もし遅れちゃったらなんか、あごめんちょっと何々やっとってみたいな。スタバの新作とかもえってなるよね。マリーナの分もあれば OK。 あそれはちょっとあるかも、ありあるかもしれん。うん、近い遠くまで行くよりさ、あまあでもそれはちょっとねしちゃうかもしれん。そうでもなんかさ、こうなんて言えばいいかな、でもなんかそういう遅れた時でもやっぱ最初の第一印象って大事やん。やけんなんかこう自分はね結構なんかあのもうなんかすっごいね容姿とか気にしてしまう人だからそう自分のね気にしてしまう人だから、もう会う多分人に会う時の直前まで鏡見てるから、そうだからもうそういう時でもう前髪とか崩れちゃうとか髪が崩れちゃうとか思った時はもうちょっと遠くを歩いてちょっとその場でパッてうんなっちゃうかも。それはごめん。ストリートファイターではないです、すいません。うんそんな感じです。元気だまりなんですね。そうですね。好きになるとそれも許せるよ。でもそういうものかな、喫茶店じゃなくてスタバなんじゃね。あーどうなんだろう。そうだね確かに、どうそうよね。うんようアリちゃんとかね、アリちゃんとミユミユとねマイハがねよくスタバ持ってるんですよ。だからなんかそのイメージが強いのかもしれない。あんまね、私もそんな別に広島に住んでないから広島やったらスタバとかかもしれんけど、喫茶店、あでも喫茶店ってでもなんか持ってお持ち帰りとかあんまイメージないの。お家デートかな、多分デートが欲しいになるんじゃろうねさっきからね。お家デートしたいですね、それはもちろん。でもどうだろうね、相手の部屋かもしれん。マリーナさんスタバはあんまり行かないですね。なんか最初って緊張せん、スタバに行く時とか緊張せん、めっちゃ緊張するんやけど、なんかえっと待ってよ、ダークモカチップフラペチーノね、ダークどっちやっけ、ダークチップフラペチ、何だったっけみたいな感じになったなるよね最初とかって。ダークモカわからん、もういい、もう何フラペチーノって思っちゃうね。相手の部屋こんなんだったら、あるね、ちょっとあるね。なんか私なんかこう見るのが好きだから、めっちゃ物が少ないってよりはちょっとなんかこう趣味が分かる程度の物を置いていかれたら嬉しいかもしれない。そうそうそう、トールサイズとかショートサイズとか、ミディアムよく分からんよく分からん、そう難しいけんもはやこれでみたいなのはあるよね。あ これでみたいな、これのトールサイズでとかミディアム絶対ない絶対ない。同じ趣味の、あーいいね、そういうのあったらね、なんかね、あこれ見とみたいな、 SML、 あもうねそれ言ったら多分言われるよ。あ、SML、あ、こちらのサイズなんですけど、ショート、なんとかなんとかですとか言われたら恥ずかしいよね。いや、目を閉じて、多分泳いどるもんね。泳いどる自覚ないけど、泳いどるもん。まあ、アニメグッズだらけ、もう全然いいよ、なんか。まあ、ただ、ちょっとこうね、まあ、私も言えんけど、片付けはしたいね。ビデオでも通じるんや。そうでもなんかうん、でもスタバを飲むときはちょっと罪悪感感じる。あーなんかめっちゃあーちょっと甘かったなとか、あーちょっとカロリー取っちゃったとか考えちゃう。初デートは食べずに、食べる量減らします、がっつり。
なんかでもね、そんな普通だと思います。なんか、うん、あ、全身、え、全身まだ見せてない。こんな感じです。ティー、はい、以上です。え、あぶね、あぶね。今日始まって初めて見せましたね。長いやつです。そう、デートだって、デートだって。え、私思うんですよ。スリット、スリッツリット。そう、なんか、あの、思うんですよ。あ、でも私あれ、なんか一人暮らししたら物をあんまり置きたくなくて、全く正反対のこと言ってるんですけど、そう、ツイッターにもあげたいと思います。もしかしたらあげる、うん、あげます。ちょっとですね、山やしたい。よし。そう、私はあれです、物が今多いので、現在進行形で物が多いので、そう、物を減らしたいですね、これを機にっていう感じで。え、でも私ね、多分めっちゃテンション上がると思う。私まだあの引っ越しというものをしたことないんですよ。だから引っ越したい、引っ越したい、引っ越すっていう経験をしてみたい。断捨離だね。真っ白な部屋に机だけ。いや、それでもいいと思う。私あの机とソファーがあればと、まあベッドがあればいいかなって思っちゃう。っていうけど、多分本当に、多分あの普通に引っ越したら、なんか多分いろいろごちゃごちゃになるんだろうなと。いろいろなんか、あ、これも持っていこうかな、え、どうしようって迷った挙句、なんかいろいろ持ってきそう。収納、確かに料理しないですね、多分一番最初やるけど、それからやらないみたいな。そう、うん、なんかなぜかこの人の家は料理をしないのに、なんかすっごいなんか料理家具だけはめっちゃあるんだよなみたいな感じの状態。料理器具はあるんだけどなみたいな。多分でも結構あの、人見知りじゃなくて、間違えましたね、人見知りとは正反対のことを今言います。あの多分あのあれなんです、寂しがり屋なんですよ私。だからあの誰かと電話するか、もう誰か泊まりに来てもらう、多分引っ越したら多分めっちゃ泊まりに来てもらうと思う。もうなんかそれか、もう泊まりに行くか、どっちか。もうなんか寂しいじゃんってけ。え、泊まりに行こうとか多分すぐ言うと思う。物片付いたけん来てみたいな感じで言う。秋休み、うん、一人暮らしとは、いや、ほんまそれよ。愛ちゃんと同棲したらいい。確かに寂しがり屋の人、え、いるよね。そう、わかるわかるわかる。意外と人見知りな人ってね、寂しがりな、ない、それ一人暮らし向いてなくない。いや、でも一人暮らしはしたい。 AB 型ですか。うーん、 A 型です。そうなんです、私確かに AB 型って思われることも多々あるかも。なんかよくわからない、ちょっと変わっている水瓶座です。なんか水瓶座ってさ、なんか変わってるみたいな感じで思われがちなんですけど、そんなことないと思う、と思うの私は。なんかそんな、でもさ、星座でも私結構占い信じちゃうタイプです。はい、そんなことはいいか。トトロっていうのね、絶対一人で、うん、それな、ホラー映画見れもん。私はエビです、エビ、エビ。世界中のエビに対する偏見が、え、でもいい、よくない、よくない、変人っていいと思うんですよ私。なんなら変人の方が面白いと思います。私変人の人と話すの好きですよ。考えてたのとか、
純粋に面白い、楽しい。あ、5時。明日本校あるね。そうなんだ。やば。でも本校の時はお話し会なんで、私は見ない。変人。変人速攻の2人が好き。マサさんおめでとうございます。おめでとう。キュンです。生まれてきてくれてありがとう。ナハさんと本校は見るのね、見たい。ナハさんと本校は見たい。ナハさんと本校は見たい。ナハさんと全然会えてないな。ナハさん会えてないですね。全然会えてない。ピョン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 。その姿で TikTok 撮る。ああ、いいね、いいね。でもね、私あれなんですよ。私ね、すぐね、なんか人に会わんかったらね、家でメイクしてるっていう状態が好きじゃないの。なんかね、そうなの。私何もしないのにメイクするっていうことが私嫌で嫌で嫌。人に会う時は絶対私もメイクしてないとダメなの。絶対ではないけど、もういい人はいいけど、ダメな人はどんどんダメで、なんかもう仲いい人じゃないと無理みたいな、そう感じなので。そうだからあれです、あの、これ何の話しよった今。だから何って話なんだけど、待って、何の話しちゃったっけ。あ、そう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 、事件。家ではもう絶対もうメイク、絶対とかもメイクしたくないんですよ。だからもうね、多分ね、これから多分人に会わないから、絶対に。だからもうね、もう写真を撮るのがもう私ね、言っちゃうなんだけど、めんどくさいんですよね、私ね。もうごめんなさい、本当にもう、そうなんですよ。なんかそうなの、地味あれ、そうなの、その格好でな、無理、絶対いじられちゃう。そう、本当に写真苦手なんですよ。多分苦手というか、メイクって肌に悪いのかね、私悪いと思っちゃうんですよね。でもなんか普通になんかね、なんか何なんだろう、撮った方がスッキリする。なんかどこでも抱き枕に埋もれるのが好きなので、抱き枕にキュッてしてもファンデーションも使わんし、もうなんかね、そう。あ、50分です。じゃあランキングやります。ランキング16位シュウさん、15位消化器さん、14位トリスさん、13位シンさん、12位ケンヤさん、11位ヤッツさんさん、10位鈴木一郎さん、9位ゆるゆるんさん、8位ABC さん、7位マイホシさん、6位トウヤマルさん、5位セイキさん、4位フェルナンドさん、3位 D3 さん、2位、カズマさん、1位 TO さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あたたたた、あーティが痛い、あーティが痛いよ、あーティが痛い、あーティが痛い、やばい。もう配信終わったらすぐそこお風呂行きたいけど、写真撮りますね。だからもしかしたら私、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、ちゃんとなんか写真はちゃんと選びたいので、10時前ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、もしかしたらもうツイッターの場合はちょっと明日の可能性もなきにしもあらずということでですね。今日寒いですね。朝は寒いし夜寒いですけど、皆さん気温の差に、気温差になりましょう。あいたっ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 た。中風呂はしないですね。私ご飯が好きなので、全く意味がわからん。今全く意味がわからん。中風呂が嫌いですね。私ご飯が好きなんで。どういうこと？何が？どういうこと？
何がつながってそうなったって感じやけど、ご飯が好きなのでどういうこと、何の話よ。ほら多分あのな、多分あれを言いたかったんだと思う。あの私あのあれです、長風呂しちゃうとご飯が早く食べれないからってことだと思う、うん、そういうことそういうことそういうことです。はいはいはい、ということで、あ、もう9000人の方が来てくれましたよ。9000人の方、こちらの商品はこちらの商品は明日チャイナパラッパパパパパンパッ、犬の真似、プーちゃんがご飯食べてる時にあのくれっていう感じの、くれっていう感じの感じ、バッバッバッ、こんな感じ、ご飯くれって感じですね。 GoTo でワンデイパス2割引きらしい。もうそれはもう一回行こうかな。かまってほしいとき、いやもう基本私にかまってっていうときあんまないけんね。ご飯、本当にご飯のときしか来んなんだけど、どういうこと。はい、ということで、はい、多分下で野球見てますね。あーダメかーってはい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、見ていただきありがとうございました。久しぶりの配信ですが、あいささん、もんぱたん、たちゃんぱとん、あたたさん、はい、それでは、Twitter とかぜひフォローしてくださると、バババさんばんばん、あたたんぽん、ありがとうございました。じゃあ皆さんバイバイ、 See you、 じゃんけん、今日はチョキでした。平和のピース。神様の言う通りのじゃんけんするときに、俺はこれでいく。平和のピースだ。はい、ということで、まあ、最後には死んじゃったんですけど、皆さんバイバイ、おやすみなさい。神様の言う通り漫画見てみて、うん、同着像に面白いから、ほんまに見てみて。ありがとうございました。またあしゃしゃんぽさん、ぽんぽんさん、バイバイ、パパパパン、フォローお願いします。キラッ、ユーセイ。